会合の後に開かれた記者会見で吉村知事は私立高校側と合意できたことについて次のように述べましたこの高校教育の授業料の完全無償化の大きな一歩を踏み出すことができたことは本当に嬉しく思いますしこれ大阪の子どもたちの未来になればという思いでこれからも進めていきたいと思いますしかしこの合意に至るまでには私立高校側の強い反発がありました 授業料の完全無償化をめぐっては5月に大阪府が素案を発表すでに行われている授業料の無償化は所得の制限を設けていますが大阪府は新制度でこの所得制限を完全に撤廃しすべての生徒の授業料を無償にすることを目指しています。素案ではは負担の60万円を超える授業料は すべて学校が負担することにつまり授業料が60万円以上の学校は負担が大きくなる制度設計だったのです6月にニュースランナーで放送した吉村知事と私立高校の校長との討論会では これポチのお金でしょって知事はお金持ちだからおっしゃるかもしれないけれども私たちにとってはそのちょっとであろうたくさんだろうと負負担は負担は教育の質を下げざるを得ないかもしれないといういや下がりますよ支出の大きな部分人件費をやはりこうコントロールしていかなければならないただでも今はあの教員のなり手が少ない時にそういうことをすると、うん、やはり大阪は避けようかっていう動きが出てくるんじゃないかなというのはあの懸念します。 こうした声を受けて今日合意した案では補助する授業料の上限を60万円から63万円に引き上げ教員の人件費などに充てる経常費の助成も2万円ほど増やし学校側の負担が減ることになりましたこの案を受けて開かれた私立高校側と吉村知事が直接対面した会合では 私学の教育されている皆さんと一緒になって一緒にですね。あの教育を良くしていくと。現行の学校全て推進校の中に入るという形で総会を経て<ん>今この場に来ておりますので、知事のお気持ちに寄り添えたかと思います。合意ができたということで、私たち約100個ぐらいあります。私学は日本で初めて完全無償化に踏みと、えー、踏み込んでいくという。 大きなステージに進めるのではないかとこのほか吉村知事からは今後も年1回程度こうした私立高校側との意見交換を実施したいという発言がありました終了した後の記者会見では吉村知事、私立高校側双方が合意を歓迎する言葉を述べました基本的なところはもう今日フィックスしたと。 こういうご理解いただいて結構です。まあ8月中には今日の案をもとに政案化をします。理念の問題、特にあの吉村知事がおっしゃっているその所得制限なしの完全無償化ということ、これにつきましてはあのまだまだ私どもとしては考え方があるということですけれども、本当に知事が いろいろとお考えになっていただいたということによりましてですね、はい、高校としてはそういう方向であります。あの経常費の補助金のところなんですが、お金ではなくて知事のお考えの中に私学に通う子どもたちみんなに良い教育をしてやってほしいとより良い教育をしてやってほしいこの観点は今までなかったんですね。これは。 本気で教育日本一を目指されるんだな、うん。という,う授業料完全無償化話は前に進んだということなんですけれどもこれからの大阪の教育環境はどういった方向に進んでいくのか取材を進めている井上記者に聞きますお願いします。 はい、あのこの高校授業料の完全無償化に関してはです、ね、あの私立高校の負担が増えるそういったところがクローズアップされてきました、うん、ただです、ね、これ公立高校を含めるとまた新たな課題というものが見えてくるんですね。とい、うん、いますのも大阪府の公立高校というのはこの10年間で統廃、うん、合が進められてきました。うんうん 統廃合の対象となるのはです、ねえー、3年連続定員割れかつその状況が改善の見込みがない高校というのが統廃、えー、合の対象となってきましたで2014年からこの制度始まったんですけれども、えー、もうすでにです、ね、17校の募集停止が決まっています、えー、この間私立はといいますと96校あったものがむ,むしろプラス1校全日制は1個増えて97校になっているという状況です さら、えー、にです、ね、今後、2027年までに公立高校大阪府内の公立高校は9校募集停止が計画されていますでこれ公。公立高校と私立高校に通う子どもの数の割合どう変わったかといいますと、うん、2010年頃にはです、ね、7対3だったものが今現状6対4になって私立高校が4でちょっと増えているという状況があるんですね。ねはい、いやでもこれ私立は ただになるからいいじゃないかという声がやっぱあると思うんですけども、まあ、話はそう簡単じゃないですでどういうことかといいますとですねあの今回はあくまで授業料がただ、えー、になる感染無償化の制度ですでいうとです、ね、私立高校は入学金だけでおよそ20万円平均かかりますで公立高校だと入学料という形で5000円台でそれが済みますでタブレット ICT 教育のタブレットこれ公立高校無償で対応されます 私立高校は買わなきゃいけません修学旅行、えー、もちろん公立よりも私立の方が海外に行ったりですとか高い、えー、ものが多いですねで、えー、と所得制限がある、えー、今までの無償化制度の中でもです、ね、私立高校の校長先生に聞いてますともうすでに修学旅行におかれないので僕は行きませんというような子がいるという現状があるんです、うん、でえー、と私立高校っていうのは大体、えー、年間 50万円ほどかかるそうなんですね関係者の方にお聞きしてますとでトータル3年間でこれ授業料を除いた額で150万円かかりますで公立高校というはというともう授業料とかも込み込みパックでですね1年間で大体10万から13万で3年間で30万から40万円で負担がするんですでこうなるとやはり所得があまり多くない世帯のお子さんがですね 授業料以外でもやっぱ私立高校お金がかかるからちょっと行かれへんかなっていう子が出てくるかもしれませんねで、えー、とそういう意味では公立高校はでもただ減ってるんですねっていう中で公立高校の選択肢は公立高校だけで見ると狭まっているという状況があるわけです吉村知事は、えー、今回の完全無償化を実施するにあたって、えー、もう大阪の子どもたちが所得に関係なく もう自由に高校を選べるような、えー、社会を実現するんだというふうに掲げておられたわけですけども、えー、その大阪の高校事情に詳しいですね大阪大学の高田教授にお話をお聞きしました、うん、高田教授がおっしゃっていたのはですね公立高校がなくなった地域もあるんだともうその市に公立高校がない市立も含めてないがところもあるんですねで、えー、吉村知事は学校を子どもたちが自由に選べるというのはおっしゃってますけども その費用面そして地域に通える学校があるかどうかという面から見てもこれ事実に反するんじゃないかというふうにおっしゃっています会見の場で私もあの吉村知事にこ,この点をお聞きしましたそうしますと吉村知事は公立のですね独自性を持った教育をして生徒を集めれば、まあ、こういうことはできるとで私がこ掲げてる、えー、と理念というのはこれが100%でき,できるかわからないけれどもうん、うん、ちこの制度によって近づくものになるというふうにおっしゃってました 偏差値のこう輪切りでいくと下の方にあるえ子どもたちが通う学校がどんどん減らされているという中で大阪府としてはエンパワーメントスクールというそういう子たちが通えるような学校というのも都市部に設けたりもしてるんですけど通うまで距離がありますから離脱しちゃってる子もいるというようなことは関係者からも聞いているのとですねあのこの大阪大学の教授がおっしゃってたのは結局公立高校はあの人口減社会の中で。 校舎とかの維持費もかかるし、教員の人件費もかかると。ただ私立はこの補助金でまあ計算はできるので、まあそういった観点からも行政としてもその支出の額というか歳出の額が読みやすいんじゃないかというふうに教授はおっしゃってました。井上記者に聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。